はい、こんにちは、ヨシです。僕はですね、ブラジルでのサッカー経験やシーマバリでのサッカー経験を生かしてサッカー選手目線での戦術解説を行っております。今回は、アビースパー福岡との解説やっていきたいと思いまーす。今回の試合はユニフォーム付きチケットの試合ということで、試合を見に行くと、こちらのシャツがもらえるというゲームでした。えー、めちゃめちゃね、おしゃれなトリコロールがあしらわれてるんだけど、えー、これはマリノスが優勝した時に、港未来のね、あの観覧車がトリコロールカラーになり、それが、 水面に反射した様子が、えー、デザインとしてあしらわれていると、めちゃめちゃおしゃれなデザイン。もうむしろこれは普通の試合用のユニフォームのデザインでもいいんじゃないかってぐらいおしゃれだったなと思ったんですけど、この試合ね、僕もスタジアム行ってました。で、念願のね、えー、宮市選手の日産スタジアムでの復帰ということで、 会場もすごく盛り上がりました。あの、ルーバンカップで水曜日に復帰は果たしていたんだけど、やっぱりね、日産スタジアムに帰ってきてくれたっていうのは、これがね、本当に感動だったと思います。僕はね、もっともっと拍手多くてよかったかなと。もう宮市選手が走るたびに拍手を起こしてよかったかなって思ったんだけど、まあ、それでもね、すごい拍手で迎えられてよかったなと思いました。あと、この試合ね、もう話題にもならなくなってきたんだけど、えー、女性審判ですね。山下さんが、普通にもう、特に話題にもならないと。 これがもう日常化されてきたことがすごくいいことだなと思うんだけど僕ねやっぱ山下さんのジャッジレフリング結構好きであの人は本当によく周りを見てるあのねサッカー見るポイントとしてボールを持ってる人がどこに出そうとしているかっていうのがまず見るポイントとしてあると思うんだけどその受け手となる選択肢の人たちを見てみると結構面白いですどれだけ首振っているか誰をどう使おうとしているかどのコースに進もうとしているか これが、すごく、準備ができている選手っていうのはやっぱりうまい。 山手選手はやっぱそういう選手だったので僕はまあこれぐらい活躍するだろうなと思ってたんだけど山下さんもすごく首振りが多いだからねあのプレイオンの判断とかすごくいいなと思います結構首振って首振ってあ、ファール起きた取ろうかなでもチャンスあるかなって次ボール持った人の選択肢どれぐらいあるかなって見てるのがすごく印象的でねあのぜひまたスタジアムで見れる方とかまあダゾーンでも映ると思うんだけど山下さんの首振り注目してみてくださいえーあとこの試合ねあのーサイド バックがね、松原選手累積で。 いないとで小池龍太選手も長期離脱でいないそんな中まあ山根選手もワールドカップでいないとで上島選手がね先発したんだけどまあ僕の予想はですね上島選手がここ守備ねしっかり守ってくれることによってヤンマテウス選手が高い位置で、えー、攻撃に専念できるんじゃないかなと思っていたんだけどまあ実際試合その通りになってねヤンマテウス選手立ち上がりからガンガン仕掛けてアビスパ福岡の脅威になっていたと思いますヤンマテウス選手のいいところっていうのはボールをこう内側に置いて中に、ね 中に中にいくことができると中に中にいくことによって相手ディフェンスはどんどん内側に絞らされる相手が揃っているとこうギュッとなりますよねそうするとスペースはここに大きなスペースが出てきます左利きの選手ってねやっぱカットインしてシュートとか中向いて中の選手と連携取るのがプレーの割合としては多くなってくるんだけど 立ち上がりっていうこともあってヤンマテウス選手の選択肢こっちですねすごく良かったと思いますこう中に中に行ってどんどんグッと縦に出ていくって相手からするとねすっごく嫌なんですよねこれディフェンスライン下げなきゃいけないから非常に立ち上がりで マリリノスにリズムを作ったと思いますまあこうすることによって福岡のディフェンスラインは下がり、ね、ディフェンダーが持ったら前プレ福岡前プレ行きたいんだけどディフェンスラインは下がったまんまだから中盤間延びしてスペースがあるとマリノスには時間もあるしスペースもあるっていうマリノスにとって理想的な状況ができましたでさらにね福岡のディフェンスはですね、えー、人に対してディフェンスを行かないので目の前にはいるんだけどまあさほどプレッシャーはないととりあえずいますねみたいな 奪いに来ないから、まあミスだけしなければ、 トラップミス、パスミスしなければそんなにリスキーじゃないよねっていうのですごくね矢印の逆つきやすかったかなと思いますで1点目が生まれたシーンもなんだけどあの長戸選手ねハマってたんですよねハマってるっていうのはこうねパスコースがない状況もう消されて消されてパスコースがない状況のことをハマるって言いますこのハマるってなるとまあなかなかね大変なんですよねでもこれハマってるんだけど え注目したいのがまず上島選手ですよね上島選手はね僕やっぱオーバーラップとかよりあの縦パスさせるんで中入ってた方が活躍できるなと思ってるんだけど、えー、偽サイドバックのポジションにいましたハマってんだけど人にさほど来ないから長門選手ねこれトラップで剥がしに行くんですよね剥がしに行った先には福岡のディフェンダーしかいないんだけど あのー、ゼロトップとしてフラフラしてるロペス選手が横にいましたとこのね剥がしからのパスよくここ見たなってなかなかね失うとめちゃめちゃリスクあるのでここのパスを選択するっていうのはうんかなりの自信とかがないとできないのでまあその辺もね長門選手の良さが出たなと思いましたでここでロペス選手に3枚来るけどまあロペス選手も木田選手を使って 展開するっっていうう選択肢もあったと思うんだけど、まあ、よりね前向きでボールを運べそうな上島選手を選択しましたとまあこれも良かったと思いますで上島選手がすごい良かったのが2タッチ目ファーストタッチはねちょっと外行っちゃうんだけど2タッチ目でグッと中に入るようなタッチをします寄せられたから3タッチ目はちょっと外にねボールを隠すようにしておいたんだけど、まあ、中に運ぶことによって 相手ディフェンダーは、まあ、こう密集せざるを得ないと。 あの時何枚いたんだ西村もいて、エグウベルもいたと。こんな感じかなカウンター時の状況としては。で、さらに良かったなと思ったのが、ここでポストプレイしたロペス選手ですね。ロペス選手今0トップとして結構低い位置でのポジションを取るように意識してるんだけど、ロペス選手があの、チャンスメイクをしてしまうと、ロペス選手の得点は難しくなる。チャンスメイクっていうのはやっぱりアシストにつながるプレイだったりするので、自分をシュートポジションに持っていくことが難しくなるんだけど、これね、 これチャンスメイクではなくてゲームメイクのところに自分を置いたのがすごく良かったなと思いましたここでねもう一手間二手間加えるとやっぱりゴール前までね間に合わなくなるんだけどここでパンと預けてスッとね前に出たのが良かったなとまああとは上島選手のパスやや短いかなと思っ だけどやや短いかなと思ったけどいけると思って食いついたディフェンダーと一発で入れ替わるえっと最初に中走り込んでた西村選手とエウベル選手にはマークがついていましたで西村選手がニア走ろうとして足元で受けるために止まりますニア走り込んで 止まっってディフェンダーと距離を取ったマイナスのパスをもらうための、えー、距離を取ったことによってここにスペースができましたまあ西村選手のねちっちゃなアクションでスペースができたと長い距離走ってきたロペス選手がヘディングシュートを打つことができたとまあ見事な流れからのゴールだったと思いますこれねロペス選手いいヘディングでしたねキーパーの逆ついたまあこれは本当にロペス選手があチャンスメイクのとこではなくゲームメイクに参加することによって、えー、シュートポジションにね しっかり間に合うとこれがえロペス選手体張れるポストプレーできる守備頑張ってくれる貢献度高いのはわかるんだけどやっぱりストライカーに求められるものはゴールなのでここでねあのー、しっかりこの辺でも仕事しつつチームの仕事もしつつ役割こなしつつおいしいところはねちゃんともらいに行くと非常にいいゴールだったなと思いましたで2点目のシーンなんだけどまずねここのディフェンダーに対して西村選手がプレスかける で、それね、パスコースが限定されたから、後ろに下げる。ロペス選手のスタートポジションが低かったから、 まあちょっとプレスは甘いなと思ったんだけどまあそれでも限定ができていた限定ができていたからこっちにパスが出てくるこの、ね、ヤンマテウス選手の外を切りながらアプローチこれがねすごく良かったと思うんだけどでこうなった時にねここの選手がね落ちてくるんですよね浮き寄るとで西村選手がここでアプローチかけて追い込んだんで止まらずに次ここにもプレスをかけに移動するとこれが非常にいいプレーだったと思いますでここにに縦パス入った時には まあこっちのコースは切れてるでしっかりボランチもアプローチ来るから、まあ、この選手も見えてたのかもしれないが、まあ、半分以上もうマリノスに誘導されるようにパスを出してしまったとでこれね結構面白いのが、まあ、相手との駆け引きも終わってたんだと思うんだけどここでボール弾いたのが畑中選手なんですよね上嶋選手とかより。 前すっごい出てたこれね多分だけどロペス狙って出したと思います多分だけどね多分だけどロペスの方に蹴ってでロペスが1対1を、えー、ドリブル突破して決めたそういうシーンだったと思います守備の連動もしっかりしていたで畑中選手ただクリアするんじゃなくて味方の方にパスを出したでさらにロペス選手駆け引きがすごく良かったこのシーンねディフェンダーが 内側から来ていて、ロペス選手左利きだから、やっぱりね、左足で持って打ちたいし、で、相手も左足警戒してたと思います。ただ、ロペス選手はシザースで左足でまたいで、右足で持ち出した瞬間に、トントンと蹴ります。これ左でまたいで、右で持ち出して、踏み込んで蹴ってたら、多分相手のシュートブロックに当たってたと思うし、キーパーもタイミング取れたと思うんだけど、またいで、触って、 で、トントンって、ここのトントンが、すごくテンポが良かったから、相手キーパーのタイミング外れてね、シュート自体は威力はそんなにないんだけど、シュートってキーパーのタイミングさえ外してしまえば、どんなシュートでも入るので、まあその辺がね、ストライカーとしての駆け引きが良かったなと、ロペス選手ってなんとなくね、力強いイメージあるんだけど、そういう繊細な、 トントンみたいなのもできんだなっていうふうに思いました。で、えー、福岡とマリノスね、これ何があったんだっていう、福岡3バックだったんですよね。で、前回の話もガンバ戦の話もそうなんだけど、3バックで、まあ、ヤンマテウス選手のスペースがめちゃめちゃ空いてたわけなんだけど、これやっぱ嫌ですよね、絶対。ここエウベルと1対1、ロペスと1対1、ヤンマテウスと1対1って、 ストレスが半端ないですよね。何がしたかったのかっていう福岡も。3バックはまあ、よくあるのは5バックとして守って、うん、カウンターっていうのもあると思うんだけど、なんかカウンターが発動されるでもなく、えー、3バックっていうのはポゼッションするにはすごくいいシステムなんだけど、めちゃめちゃボール保持してくるわけでもなく、まあ、いまいち狙いが見えないなとあいうのが、僕から見た福岡の感想です。 あの紺野選手とかもね非常にいい選手、僕はねこの選手、大学時代からすごい注目してて、まあ、大学サッカーを見ていて、三苫選手もすごいね、筑波の時衝撃受けたんだけど、紺野選手も結構僕は衝撃受けていて、うん、もっとできんだろうなと思ったけど、やっぱり孤立してしまっていて、きつかったかなと。あとマリノスね あのー、最初に言った、宮市選手の登場。まあ、チームとしてもね、サポーターを盛り上がるっていうのもあったんだけど、えー、やっぱ縦に行くんですよね。縦、縦、縦っていう。最後ね、相手ディフェンダーのセンターバック、足釣ってましたね。やっぱね、あれきついと思う、相手からすると。非常に効果的だったと。宮市選手、うんー、毛が治ったから、ただ戻ってきたんじゃなくて、やっぱり戦力として、非常に期待されているものがあるなと感じました。まあ、ここに来てね、あのー、補強する るるんじゃなくくててて人が戻ってくるっていう形でマリノスパワーアップできるっていうのは非常にプラスだなと思っていてやっぱりお互いのね連携高めるとかそういう作業をしなくていいので、まあ、ここからね上中選手も戻ってきたことだしこっからのマリノスは強いぞということだけは言っておきたいなと思いましたはいそれではマリノス初期やっていきたいと思います今回勝ち点3なので3回引いていきます じゃ300円じゃん1000円じゃん1000円,じゃーん 1, 円地点ボックスは2300円得点が2点の無失点ということで3回引いていきますじゃーん100円おっとダーツ でもねここの金額安ければ3倍になっても何も怖くない100円 <laughs> ということで200円のダブルアップをかけてダーツですさあいきます青が3倍赤が2倍白は何もなしさあいきますパジェロパジェロパジェロこれは青 三倍です。ということは、200円の三倍、600円。ということで、2300円と600円ということで、2900円の貯金です。はい、3000円。お釣り100円、あざすまあ、この試合も勝ったということで、首位神戸をね、しっかり勝ち点差3で追走すると。で、守備も整い始めて、失点も減っている。得点もセットプレイだったり、流れから取れるようになってきているということで、得失点もね、こっからマリノス、あのー、 失点が減って得点増えて積み上がっていくと思うのでそういう意味でもねあの神戸にはねプレッシャーをかけていきたいなと思いますはいそれでは今回の動画はこれで以上になります最後まで見てくれてありがとうございましたぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でしましょうさよなら